はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、この間ですね、雪ミクの時間があったんですね。ニコ生の方で、そちらの方でいろいろ情報が流れたので、そちらの方をちょっとメインにまとめ上げてですね、そして新たな予約開始の商品も出てきているので、ちょっとチェックしていこうかと思います。はい、まずはこちらですね。これは直接商品のあまり関係ないんですけども、2018年雪ミク&ラビット雪での一生投票が、現在始まっております。ちなみにこちらの方投票期間が2017年5月の24日から5月の29日の月曜までとなっております。はい、で、まあ、こんな感じなんですけどね。1、2、3、4、5、6、6人のイケミクちゃんが、候補として残ってるんですけども、どれも可愛いですよね。はい、僕は5番かな5番のイケミクちゃんが好きかなと思いました。はい、まあ、個人的には1番と3番もいいかなと思ったんですけど、やっぱりこの5番のね、この髪の毛の結んでるこの羽のね、髪飾りが結構好きだったんで、この子にしました。はい皆さんはどれが好きですかね。まあ、とりあえずこのページの URL 貼っておきますので、まだ投票しないという方はぜひ投票してみてください。はい、そして次からは、フィギュアですね。はい、まずはこちら7分の1スケールレーシングミク2017ですね。チームウキ応援バージョンのやつなんですけども、こちらの方は前回僕の動画で、あれですね、プラス景品ですけどレビューしてますね。はい、の、7分の1スケールの大きいバージョンです。で、さらに多分カラーリングだとか、その辺をしっかりした状態のやつですね。はい、それと、こちらですね、めぐりねるかテンプテンションバージョンですね。はい、こちらの方は以前ですね、やっぱり、ワンフェスに行ってきましたの動画でも、一応紹介したんですけども、カラーがついてこんな感じになりましたね。すごく綺麗ですね。で、なんでしょう。このニーソンの中に指入れてる感じもいいですよね。個人的に非常に好きです。まあ、発売時期がまだ決定しないし、価格もまだ未定なので、どうなるかまだわかんないんですけども、そうですね。手に入れられたら、手に入れようかなと思います。いいですよね、このルカネ。ルカネのフィギュア自体少ないので、結構貴重だと思います。はい。で、次ですね。じゃーん。はい、初代マジカルミレーの、ミクちゃんがですね、ネンドロイドに、なるみたいですね。はい、なんだろう、本当に、時間かかったなって感じがするんですけども、ようやくネンドロイドになるのかと思うと、ちょっと嬉しいですね。はい。こんな感じになるみたいですね。カラーリングがまだついてないので、どんな感じになるかっていうのはわからないし、個人的にちょっとこの頬の部分がすごいふっくらしているのが気になるところですね。はい。これの部分もどうなるかっていうか、まだわかんないので、まあ多分、絵師さんですね。絵師さんに寄せたような形だとは思うんですけども、まあ、これはこれで可愛いので、期待したいなと思います。はい、こちらの方はまだ価格も見てたし、発売時期はまだ見てないので、まだ分かれないんですけども、まあ、楽しみに待ちたいと思います。はい、で、次ですね。はい、グッドスマイルオンラインショップに来ております。めぐりぬか V4X の、予約が開始されました。4分の1スケールですね。はい、前回、ミクちゃんの V3 の4分の1スケールですね。レビューしたんですけど、あの時も結構すごかったですよね。あのミクちゃんは結構素晴らしかったんですけど、今度は、ルカネが来るみたいです。はい、こんな感じみたいですね。うん、髪の毛、すごい一本一本よく作られてるみたいで。いい感じですね。ルカネも悪くなさそう。なんですけども、発売時期が、僕はちょっと困りましたね、これは。ルカネさん2017年の11月なんですね。2017年の11月っていうと、7分の1スケール、8分の1スケールの雪ミクちゃんと、それからあと、ルカネの、花色衣ですね、のフィギュアも来ますし、それから、ミクちゃんのハートハンターも来る月なんでね。合わせて4体のボーカロイドのフィギュアが来ることになるんですけども、さすがにちょっと、お金が足りませんね。はい。なんで、11月はちょっと本当に厳しい状態になるかなと思います。まあ、どの子をレビューするかまだちょっと決めてないんですけども、候補としてはやはりミクちゃんのハートハンターかなという風になってしまうので、ルカネさんの V4X はちょっとレビューできないかもしれませんね。ちょっと難しいな、11月は。はい。グッドスマイルオンラインショップ、それから、まあ、他のフィギュア予約できるお店ですね、パートナーショップがあるみたいので、そちらの方で予約ができるみたいです。ルカネさん好きはぜひ予約してみてはいかがでしょうかっていう感じですね。はい。そして最後ですね、マジカル未来2017のオフィシャル CD アルバムが、予約開始されたみたいです。はい、こんな感じですね。こちらの方はマジカル未来2017のオフィシャルサイトに来ております。8月2日水曜日リリースで CD プラス DVD で2500円税込みですね。はい。で、曲見てみると砂の惑星とか、継ぎはぎスタッカートとか
か、エイリアンエイリアン脱法ロック孤独の果てが入ってみたいですね。孤独の果てが CD に入るのは久しぶりじゃないかな。はい、でこんな感じ。あとデコレタですねが入ってみたいですね。今年はなんか面白そう。はい、で冬入特典としてその1は CD 購入でライブチケットが当たるチャンス、初音ミクマジカル未来2017ライブチケットプレゼント応募案内、そしてその2は初音ミクマジカル未来2017スペシャル映像をスマートフォン、PC にダウンロードできる、その他がついてくるみたいですね。はい、で店舗特典がありまして、予約する店舗によってもらえる缶バッジが違うみたいです。 Amazon はこんな感じ、タワーレコード、アニメイト、そして虎の穴、ゲーマーズみたいな感じですね。僕は Amazon か虎の穴あるいはゲーマーズで予約しようかなと思っています。はい、まず Amazon は普通に今年のミクちゃんですね、マジカル未来のミクちゃん、そして虎の穴が、天使の羽を生やした V3 のミクちゃん、V4X のミクちゃんですね。でそして、ゲーマーズの方の缶バッジは、歴代のマジカル未来のミクちゃんの衣装の一部ですねが、映ってます。これはいいですよね。なんでこの3つのどれか、で予約しようかなと思ってます。はい、というわけでですね、まあ、雪肉の時間で紹介されたものだとか、新たに予約開始された、フィギュアですね、なども紹介したんですけども、ミクちゃんが10周年に向けてどんどん動き始めましたね。そうですね、これからもどんなことが起きるのかまだわかんないんですけども、そうですね、見ていきたいなと思います。なんとか追いついていきましょう。はい、というわけで、こちらの紹介した方の URL ですね、は、載せておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。というわけで、新たな予約開始と、それから雪見くの時間で紹介されたフィギュアのまとめなどでした。紹介したのはバシと、ミクでした。はい、またねー。またねー。ミクと、バシから、お願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それでは、バシアとミクチャンネルを、お願いします。